フランシス・ウィルビー・オーナサ・ロッチアの図版、フランシス・ウィラビーは、イギリスの博物学者、鳥類学者、魚類学者である。ウィラビーは、比較的若くして没したが、ジョン・レイがウィラビーの仕事を編集し、発刊した。魚類の関する著書デイストリア・ピスキームは、日本に伝わり、平賀県内の蔵書となった。ボリックシャーのミドルトンホールに生まれた。父親もさ、フランシス・ウィラビーである。 ケンブリッジ大学に入り、ジョン・レイの下で学んだ。1662年に、鳥類の繁殖の研究で、イギリス沿岸を1663年から1666年の間、オランダ、ドイツ、スイス、イタリアをジョン・レイと共に調査旅行した。イタリアでレイと別れ、スペイン経由で帰国した。 イギリスで研究結果の発表の準備をしたが、胸膜炎により死亡した。没後、レイがウィラビーの著書を発刊した。蝶類に関する著書、オーナセロッチアは評価が高い。ウィラビーとレイがヨーロッパで収集した標本は、ウィラビーが住んだワラトンホールに収蔵された。ウィラビーの論文は、ノッティンガム大学図書館のミドルトンコレクションに収められている。 1663年王立協会フェロー選出。ベン、ジェベン、JA、エズ、ウィルビー、フランシス。ロンナイキャンタブリジンセス。ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。ありがとうございます。